本日は6月29日収録分やっとの真面目にちょけたいねんお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。バースデーの話はたくさんしました。ナイストロベリージュースおめでとう。ストロベリージュースなんてあんまないけど な、フルーツのジュースなんか一番ないけどな、うん、そうやな、あいつ大体牛乳に割られてる、ね、確かにミルクになってるから確かに、はい、はい、ということで改めましてお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当にリアルバースデー当日ということで、ね、そうですね、はい、29日、はい、じゃあ最後に最後に耐えな、もう最後じゃない、うん、28歳やのに28歳っていうのがややこしくて29歳と言って間違えちゃう、ね、で28歳のちょっと抱負を、抱負体でマジでめっちゃ分かりやすい、絶対当てて逆に俺の抱負、頑張るぞ、元気に、正解、健康です、健康、なるほどね、ゆうたさんもやっとこう、なんで俺がトモキがこれやるかなと思ったこと言ってやった、うん、リモコちゃんよ、なんで言うん、なんで言うん、そうやね、俺絶対そうやと思った28歳もリモコちゃんやと思ったお尻そっちに向けろはい、と、はい、いうことでね、まあ、マルチョケもやりましたけど、はい、マルチョケはバースデーのようなテ、まあ、テーマ、うん、テーマが誕生日、はいはい、でもちょっとなんかテーマに寄ってたよな、うん、もう文的にも、うん、うん、多分まあマネージャーさんが用意してくれるから、うん、そういうのもあってっていうことだったんじゃない、うんうん、まあ作りやすかったんだ、本当にね、本当に良かった、いい勝負、まあ、今から負けてるやつはちょっと恥ずかしいですよね、そうや、そう、まあ、結構いい勝負になってると思うね、うんうん、めちゃめちゃ恥ずかしいよ、うん、そしてやっとファイター、はい、はい、マジシリーズ、はい、マジシリーズ、マジ本気とか言ってマジから、うん、はい、これはゆうたさんが負けてしまったということで、そうなんですね、4週間ぶり、いやそうですね、久々 の、うん、あのバスケ約1ヶ月ぶりのバトルね、うん、なんか納得できへんよ、負けたのが、もう一回やりたいぐらい、じゃあもう一回やってみる、これで罰ゲームくっつかるかもしれない、ほんまに、うん、本気であるで、うん、じゃあマジと書いてマジカルバナナゲームやりますよ、はい、マジと書いてマジカルバナナゲームいくぜ、俺からいくぜ、 YAT の順番でいきます、マジカルバナナ、バナナといったら黄色、黄色といったらミレモンちょっと待って、ミレモン、ミレモン、俺は黄色はミカンやと思ってるから、黄色はアカンって言われる相場や世界線やから、ここまだミカンって言った方が言い先よかった、ミレモンってじゃあレモンで続けよ、あ、行け行け行け、マジカルバナナ、レモンといったらレモン、レモンから続けていって、じゃあ一個の前なんて、黄色といったらレモンから、オーケーオーケー、せーの、マジカルバナナ、黄色といったらレモン、レモンといったらヨグピンシン、ヨグピンシン、酸っぱいで、ちょっとヨネズ原子舐めたことないやろ、ごめんごめんごめん、レモンで引っ張られた、ヨネズ原子来ると思ってなかった、まあもう、もう負けですわ、ああ、うん、もう潔く潔く、はい、負けですわ、潔悪かったけどな、はい、もう一回やったら勝てる、はい、ショートドラマだよ、はい、だから前回のどんなんでした、前回は、うん、まあ彼女が浮気しとったと、はい、で誰と、トモキと、トモキと浮気しとってまあ、2ヶ月後ぐらいですかね、はい、そんな彼女から酔っ払って電話がかかってきまして、うん、ちょっと会いたいと、うん、まあ、そっからどうなるのか、会うんやね、会います、うん、会いますよ、だってまあどうなるかっていうのが、うん、まあ、次 の、 あのバスゲームのストーリーになってますんで、うん、じゃあ、はい、ワンテイクで決めてください、任せてください、もうトモキのやつも見たし、うん、アスカのやつも見たし、うん、まあゲーっていうのがこんなもんだと、もうゲー、ゲー、もうそのゲーですよ、あの、うん、ゲーゲーゲーごと、そうそう、ゲーごと、まあ、こんなもんですよの、うん、一発で見せてやります、うん、それではゆうたのショートストーリーご覧いただき遊ばせ、お、久々やな、元気してた？俺ちょっと今日聞きたいことがあんねんけどさ、あ、まあ俺たち別れたやんか、トモキとどうなったの？あ、そうなんや、結果付き合わんかったんや、まあでもな、言い別れ方はしてないしさ、うん、正直急にこう酔っ払って電話かかってきた時ちょっと嬉しかったんけど、
うーん、でも別れたからもうこうお互いね気軽に連絡するっていうのはちょっとやめへん。まあ、でも俺は正直マジコのことめっちゃ好きやったし真剣に恋愛考えてたんやけど、うん、やっぱこうけじめとしてしっかりこうやらんとねそこは、うん、まあでも今日はありがとうな電話してくれて久々に会えてめちゃめちゃ嬉しかったし、うん、まあ、最後に俺から一つだけ言えることは本気でマジコのことは好きやったよ。うん。おかえりなさい3テイク。はい、ただいま3テイクです。いやー一番早かった俺の中では一番早かった。いやでも今回何ちょっと俺いろいろ考えてやらせてもらってんけど、うん、まあもう役も台本も大根やったわ。全然あかんかったわ。何この空気まあでもね見てもらえたら分かると思う。楽しくなってるんで一人で。なんで、なんでもないよ全然。おう、そっか。これぐらいの太めの大根をずっと引っ張っとった、うん、ワンテイク目全然ストーリー進まへん、うん、大根役者がこれぐらいの太い大根を全然抜けなくてグーってゆっくり引っ張ってこれぐらいの大根抜けたぐらい何もなかった。俺らしい、俺らしい、ほんまなんもなか俺らしいです。これが僕です。あとは僕が大根を、味付けする、うん、お願いします、はい、黒吹き大根にしてください。任せてください。しっかり味染みさせて、染ませて、はい、美味しい大根と提供します、はい、お願いしますということで、まあ次回誰が負けるのか分かんない。そうやね、はい、俺もそっちのショートストーリーしたい。ああなるほどね、うん、あ全然いいよ。じゃあそれはもう負けてから考えるわその時になったらもしかしたらあかーんって言うかもしれない、その時になったらもしかしたら違うかもしれない。そうだな、うん、じゃあ、まあそんなね、バッチリの中の友ども、はいはいはい、必ずチェックよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございまして、今週も聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。以上、YAT ヤットでした。